すみませんが、私たちはメリノル高校日本語のクラスの生徒です。これは私たちの最後の試験です。ちょっと質問してもいいですか？はい。ありがとうございます。録画してもいいですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。ハワイは初めてですか？いえ、2回目です。ああ、そうですか。ハワイはどう思いますか？とてもいいところだと思います。ああ、そうですか。日本のどこから来ましたか？和歌山県です。ああ、和歌山ですか。私に一つ簡単な質問してください。何でもいいです。大きくなったら何になりたいですか？お医者さんになりたいです。どうもありがとうございました。はい、これは小さいものですが、どうぞ。いませんが、私たちはメリノル高校日本語のクラスの生徒です。これは私たちの最後の試験です。ちょっと質問してもいいですか？はい。ありがとうございます。録画してもいいですか？はい。ありがとうございます。ハワイは初めてですか？4回目です。ああ、そうですか。ハワイはどう思いますか？自然がたくさんで綺麗だと思います。ああ、そうですか。日本のどこから来ましたか？東京です。ああ、東京ですか。私に一つ簡単な質問してください。何でもいいです。日本に来たことはありますか？はい。どうもありがとうございました。これは小さいものです。が、どうぞ。ありがとうございます。すみませんが、私たちはメリノル高校日本語のクラスの生徒です。これは私たちの最後の試験です。ちょっと質問してもいいですか？どうぞ。ありがとうございます。録画してもいいですか？大丈夫です。ありがとうございます。ハワイは初めてですか？3回目。ああ、そうですか。ハワイはどう思いますか？ハワイはね、昔来た時よりは街が随分変わったなと思います。ああ、そうですか。日本のどこから来ましたか？名古屋という都市です。ああ、名古屋ですか。私に一つ簡単な質問してください。何でもいいです。日本語を勉強されてるって聞きましたが、なぜ日本語を勉強する気になったんですか？なぜ日本語を学んでるんですか？好きです。どうもありがとうございました。これは小さいものですが、どうぞ。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。